今日は大分県、ここ大分市かな、違う、大分市じゃないの、もう、てなことで道の駅にやってきました。大分市や、一応広いね、大分市、いろんな売っとるって多分ここ、うん、黒目味噌汁なんやろか、黒いじゃない、でもほおずき売っとるよ、これ食べる人おったろうが、中のね、うん、これ絶対多分美味しいよ、食べん私が言うのもないけど絶対美味しいよね、こっちにさ魚介類とかさあるよ、ひじきとか海藻とかいろいろ売っとる、黒目、黒目って何ね、黒目が何か分からんね、黒目って何ですか、黒目、海藻なんだ、黒目味噌ね、全部黒目、これが多分有名じゃない、ね、関サバ、関アジ、カレーとかいろいろ売っとるな、さあそしてここが、国道休止フェリーターミナル、だからこっから愛媛県に行けるわけ、でもこっからだとね、地図で見たら愛媛がめっちゃ近いですよ、これ新しいね、うん、スタッフ募集しとるよ、しかもここで今募集中ですね、絶賛募集中、大分といえば焼酎が有名ですね、なんかいろんな売っとるよ、西の星とか、ボンターメ、すごいね、ボンターメのお酒がある、老人ホームがすごくレトロ、これちょっと看板ね、すごいね、建物自体はめっちゃ古いよ、うん、本当や、この辺りぐらいからね、オバマっていうとかな、ね、海抜2メートル多分この間ぐらいから結構古い建物とかもあるのではないかと、3階建てのねお家も多くて、あ、みなちゃんこれすごいよ、これなんか結構もうぎゅうぎゅう詰めでね、立ててあるね、あ、いい匂い、これ魚でしょほら、わ、これ古っ、これ昔何やったっちゃろうかね、素敵よ、うん、ほら向こうもなんかおしゃれたような、うん、てかこの辺全部やん、あ、酒屋さんもあるし、古い町並みやね、うん、住んでる、うん、結構住んどる、あ、空き家もあるね、作りがすごいっちゃん、なんかね、うん、とにかくトップレスしますとね、ほらお家が密集しててねえこれみんなでも漁業の方かな、もともとだってほらここ漁港だもんね、あ、これポストか、しかも個人宅にくっついとるやん、
でもね、漁業の町とかである程度人がね、昔からいた地区はちょっと遊郭的なものもね残ってたりするんですよ。バレないように昔ありましたみたいな、でももう後を濁さずかもしれんしね。うん、おお、おお、見てこれ、畳店って書いてあるよ。これすごいね。これは古いわ。消火器の入れ物見てこれ。わあ、こっちもすごいよ。ねえ、これ、ああ、奥あるね。ほら、素敵な理髪店ですよ。うん、昔ながらのね。なんか細い路地上がったらまたお家があったりとか。あれ何？病院？え？病院？あ、なんか看板書いてあるよ。あ、奥にもある。なんかお店が出てきた。ほら、ふるさとのお店とかさ。この通りっぽくない？昔の街並み。あ、ルミ美容室。おお、これすごいよ。なんかさ、これ普通の美容室だったの？ちょっと、なんかそんな感じに見えん？ぽい、ぽいぽいぽい。鬼界といい。このタイルといい。もしかしたら、でも正面って玄関どこやったっちゃうか。ここやったの？観察とかもう残っとらんね。いやでもこれさ、すごいよ。はっきり言って。これ、かなりすごい。これはちょっとね、なんか、怪しい匂いがします。うん。あら、こちらも古いですよ、ほら。うん。昔金物屋？あ、そこになんか看板がほら。労働組合の掲示板って書いてある。うわ、すごいのが結構残っとるね、まだ。こっちもすごい。あ、そこもなんかあるよ、なんか売っとる。何が売っとるの？あまりにも古いところはやっぱ空きやよね。これなんか食べ歩き九州沖縄味百選に選ばれとるよ。唐揚げ有名じゃない。でも昔は結構栄えたっちゃろうね。あれなんやろ、なんか石垣があんなところに組んである。あいにくの雨ですね。これほらなんか住所がさ、古屋敷だって。わ、こっちすごいよ、ほら。これはもう空き家ですね。これ牛乳？違うか、ポストか。ポスト。薄まである。すごいところ、すごいっちゃね。これ通り抜けできるかな？こっち。こっち通り抜けできますか？あ、通り抜け、こっちで。はい、海の方に。あ、こっち。あ、ありがとうございます。ちょっと待って、まさに路地裏歩き、路地。しかもこれ傘差しとうとさ、ちょっとめっちゃ、ちょっと待って、
これちょっとねでかいけんさ、うん、よいしょ、あこっちか、うわめっちゃ狭いよこれさ、一人しか通れんってねえ、この路地すごいね、さすが裏路地よ、うん、ほんとや、ハイカラ県よこれ、でもなんかちょっと怪しくない、これあ、ほんとだな、ニー先生になれたこの角度、ドアが2つあります、うん、そしてなんかほらちょっとこう斜めか、ほんとですね、上は多分付け替えたのでは、はい、という私たちの推測、うん、なんか美容室だらけやね、ここ。これ可愛いでしたね。でもさ、古言美容室あってもさ、うん、ねえ、ライバル店王子みたいな。これはなんか大丈夫な気がします。はい。まあなんかね、歴史的な建物が多いです。これね、下にさ、ほらここの名産物とかがね、乗っとっちゃう。椿も取れるんやね、これね、椿油とか売っとったもんね、さっきね、うん、あ、なんか古い醤油発見、真正面、富士神って、あの富士神、うん、うわー、看板古いね、うん、不思議に作り、ってことは昔なんかあったの潰したとかいな。わあ、すごいなんか地区やねこれ。もうなんかギリギリ爪にね、うん、あるよね家が。長かったね、すごい、そうそう。だけどね歩く道がね、こう二人で横通ったら多分ね、うん、キチキチよ。わ、こんな貝が取れるっちゃね。ね。福岡ではこんなん見れんもんねだけど坂と階段でつながっとるね、うん、ありがとう、こんにちは、でもさ、こういうとこにお嫁に来たらさ、みんなとうまくやっとかんと村八になる、村八に、そうそうさ。さあ、そして早須姫神社、これが神武天皇の当選の折に古宮に祠を建て、うん、坂本龍馬が来た寺はあるっちゃんね、うん、寺が、まあ、うん、違うとこだもんね、うん、でもさ、この地で武田藩と臼杵藩の激しい戦いがあったってよ、うん、あ、神社は昔全焼したんだ、うん、そして加藤清正公がまた再建したらしい、うん、なんかこれまた雰囲気がある神社で、いい感じよ、うん、わあ、でもなんか雰囲気がある神社やん、雨でなんかまたいい感じやね、まださらに奥がある、わあ。
どんなものも見逃しません。しかもこれかなり口取るよ。うん。これね、ちょうどなんかちょっと現場的なところに置いてある。これ大分バスやろ。なんか、あ、でも JR 九州って書いてない？ JR バス？後ろにこれ消えとるけど。あ、後ろほら JR って書いてある。大分バスじゃない。嘘ついてしまいました。でもこれかなり古いよ。じゃあ形だって今時の形じゃないもん。だってあのなんか非常口が、うん、降りれんよ。確かに降りたら危ないよ。うん、これなんでこんなとこ見とんの。この工事の人が使ってるんかな。これこれね、近くからね、見たいんですけどね。そうそうそう。ちょっと外からで我慢してください。前顔見えんかな？あー、ちょうど、見えない？カレーハウス上野。大分で一番人気があるお店ですね。もう老舗ですよ。それではね、いただきましょうかね。これカレーめちゃくちゃ大きくない？大きい。てかこれが多分人気ですよ。これ美味しかったもん、前食べて。トマトチーズ。これだけほら継続メニューって書いてあるし。本当だ。うん。だね、チーズ好きな人は絶対にこれいいと思う。うん、そして見てこのカツサンドのこの厚み。てかこれね、本当に分厚いとよ。どんぐらいねこれ口入る？っていうぐらいに大きいです。しかも美味しいんです。ちょっとぜひちょっとみわちゃんお初のカレーちょっと食べてみてください。はい、どうぞ。うん、ちょっとご飯につけて食べてみて。トマトと、うん、チーズも一緒に絡めながら。このぐらい。そう、いただきます。こう雰囲気もなんかね、うん、すごいいい感じ。なんか昭和感があってほっとするね。なんか落ち着きます。どうぞ。どげん、マイルド。美味しかろうが、これね、すっごいね、煮込んで美味しいちゃん。ルーがとにかくで、カレー屋もいっぱいあるけど、やっぱ美味しいの食べたらさ、うん、食べられちゃうね。他のが食べる。そうそうそう。てかね、やっぱカレーは美味しいとこで食べたいけん ね、うん、ね、大分ね来たらね、ぜひここ寄ってほしいです。上野さん。そうです。ちょっとそしてこちらもいただきましょうか。これすごいね。これしかもめっちゃ可愛い。なんかこれめっちゃ絶対美味しいけんね。こぼれそうだから、いただきますって言ってどっからかじろうかみたいな。だってすごいもん ね、うん、いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。なんこれめっちゃ美味しいね、うん、もうねカレーとこのこのお肉のハーモニーが。じゃーん、じゃーん。これこちらコーヒー付きですよね。これお得やね、こんなに分厚いのに。ちょっとおやつにって思ったけど、意外に意外にメインで食べれるねこれね、うん、うん。お持ち帰りとかもねできますしね、うん、しかもさ大分も見どころも多いしさ、うん、食べ物も美味しいし、うん、本当にね楽しい。やっぱ一泊二日で来て今回正解、うん、正解、うん、日帰りだとねもったいない。うん、うん、おいしい。